今日のお店は京都錦にあるピッツァリアバールレナポリさんです。こちらでは本格釜焼きピッツァを1枚500円からという価格でカジュアルにいただけます。ピザが焼き上がるまでの間にお酒を飲みながらつまめるメニューも豊富です。前菜のおすすめはスモークサーモンが乗ったマッシュポテトにバジルソースと半熟卵が乗ったポテサラフォンダン、そしてメインのピザ。今回は好きな2種類が選べるメタメタで注文しました。一つは塩マルゲリータ、モッツァレラとフレッシュトマトを岩塩で旨味を引き立たせたビアンカスタイルでいただくマルゲリータ、もう一つは塩味の効いたアンチョビとたっぷりのブラックオリーブが乗った本格的なシチリアーナです。ピザは表面は香ばしく、生地はふわっとしていて1000円以下とは思えないクオリティです。ピザの種類は20種類以上、お好きな具材をお選びください。ぜひどうぞ。エビでした。